お疲れ様でしたみたいな人武さんにはあお世話になりましたえ何の話したっけこれどっから来たのマルシャケトークということで本日は背番号14番桜のバンディエラあんま意味分かってへんけど丸橋裕介選手にお越しいただきました。ようこそ。こんにちは。ようこそ。シャケトークへ、丸シャケトークへ。なんか丸とこうやって喋るっていうかさ、このシャケトークみたいな一回お前に乗っ取られたことあるやん。なんか始まる前めちゃくちゃおもろい話ずっとしてたのにカメラ回り始めたら全然何も喋らないなって。怖いねんけど乗っ取りましたね乗っ取られたことありましたはい、セレッソ歴14年目今やジンヒョンと並ぶセレッソ所属歴最長長いですね14年めっちゃ長いですねずっと出てたもんなしかも、今シーズンは、怪我による初めての長期離脱ということで、現在は吹き抜けてバリバリリハビリ中であります、はい、なんか疲れてるとか言ってね胃を走ってるみたいで、はい、お疲れ様です今日は、サッカーのことプライベートのこと根掘り葉掘り、聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いしま します。じゃあちょっとサッカーのこと、はい、ちょっと聞いていきたいです、ここまで今シーズンこうリーグ戦振り返ってどうですか初めての、まあ、さっき言ったけど長期離脱で、まあ、ずっと出ずっぱりの中でまあ、もうこんだけサッカーから離れたり試合から離れるっていうことまあない中で今シーズンのこのリーグ戦、まあ、自分の怪我だったり、まあ、チームの成績調子とかどういう感じなのかなといやもうチームはすごくいい戦い方できてるなっていうのはすごく思うし、まあ、90分通してこうみんなが走り切れてるなっていうイメージはありますね、うん確かにな、まあ、あのキャンプで俺キャンプ帯同したけど、まあ、小池さんがやろうとしているサッカーを徐々にこう積み上げてきてなんか、まあ、90分通してなん、まあ、アディショナルタイム合わせて11人じゃなくてなんかこうベンチメンバー含めてっていう戦い方ができてるなって思って、まあ、成績もね、まあ、もちろんもっともっと上だったりこうタイトルっていうところももちろんやけどもそういったハードワークっていうところが今年のセレッソのまあいいところだったりこう一番肝なのかなっていうところは一緒かなうん一緒ですね本当、うん、交代選手がねそうだね入ってもう一段階こうギアがギア上がるねこう最後のところでしっかり結果を残すっていうのが、うん、やっぱセレッソ今はそれが強みかなって、うん、確かに見てて思いますね今シーズンその記憶に残るなんかシーンだったりそプレー、まあ、自分のプレーじゃなくてもっていうのはどうかな、うん、なんか結構ロスタイムとか、うん、最後の時間帯とかで逆転ゴールを決める試合が今年は結構多いかなって、うん、勝負強さみたいなところで ねその辺はすごく見てて印象に残るかなって、うんうんまあ、確かに勝負強さだったりっていう部分でなんか最後の最後まで面白い試合をしてくれてんなって俺もちょっとさ思うわ、うん、今まで一番思い出に残ってる試合とかプレーシーンとかまあシャキさんも経験してると思うんですけどルヴァン、うん、決勝、うん、いやそうですかねあれすごかったやんあのもう何やろえあれ実際プレーしてどうやったの言うたらすごい押し込まれてこう守ってる時間が長い中でさそうです、ね、早々にね点入れて早いかなって思いましたけどねそうやね後半入ったし俺見てないねケンユーのシュートおーさあいけるチャンスだ続きますケンユー右足
みんなでさもう最後ベンチよっしゃ頑張ろうぜみたいな、もうロッカールーム行って送り出して、でそこでまだこう魂みんなでメンバーが全員でこうグラウンドに送るやん、で送って上で見るとこあって、そこにエレベーターに乗ろうかなっていうところでぐわーって感想起こってどっちやどっちどっちみたいな、でせ権威決めた権威決めたみたいな、で生では見てなくて、そうね、あれはちょっとね怖かったですよね、本当最初に決めて怖かったというか、うん、これ持つかなと思った、もうほんまそれはありましたね、うん、確かに、まあ、これけどまあ楽しかったってこと、うん、なんかその一番覚えてるっていうのは、うん、まあ、やってて全然あのでもほんま楽しかったし、うん、なんか点も取られる気はそこまでしなかったかなってやってて、そういうのって大事やんな、うん、取られる気があんまりせえへんとかな、うん、あんまほんま取られへんかってすんねんな、うん、危ないシーンやってもそうすごい残ってるわ、まあ、もちろんもう嬉しすぎたし、だからあれルヴァン取るまでほんまにタイトルってこの世に存在すんのかさえ思ったことあったよ、あの、いやほんまそうっすよ、ね、なあほんまに無縁すぎてまあ俺その試合出てないけど、やっぱ試合出てタイトルっていうのはやっぱそのあれか、じゃあ天皇杯とかよりはルヴァンなんかそっちの方が強いっすね印象で、すごかったよなあのコレオっていうのね、うん、すごかったほんまに、いやこんなことになんのっていうぐらい、しかもこうなんかルヴァンの予選はこう、うん、まあJリーグで出てないルヴァン組と言われる、うん、がこうしっかり頑張ってやってくれたっていうのもあって、でもあれがすごくねより団結できたかなと思いますね、決勝なんか2チームに分かれてたけど全くそんなことなくてな、うん、チーム内でいい競争のもとだから、やっぱ強いとかいい成績ある程度残してる時ってメンバー外だったり試合に絡んでない選手だったりっていうとこのマネジメントってめちゃくちゃ大事やなって、うん、やっぱまあ小木さんが当時、メンバー外にも、うん、まあ、ルヴァン組と言われるやつらをさ、うん、こうメインで見てくれてて、やっぱすごい情熱持ってやるからこっちもやらなあかんし、ね、っていう、そうやな、あれはほんまこのルヴァンの話で一生いけるんやけど、おもろいこともあったし行きたいやろ、でその後もな大阪帰ってきて祝勝会してな、 J1 初ゴールは覚えてますか、覚えてますよもちろん、ね、これだけはねなんかね覚えてるんですよ、これだけちゃうやろ、あんなゴール決めたんやっけとかある、全部覚えてるけどこれ自分のゴールいやほんまマジっすか、全部覚えてる、何戦とかも、まあ、何戦とかも出てくる、覚えてるマジっすか、うん、初ゴールもちろん、どこやったっけ、もう確かね新潟やんな、気がするんですよ、緊張で、緊張で、覚えてないな、マルのやつ、覚えてないですか、いや覚えてないよ、マルの覚えてるって言ったらもうあれよ、 FC 東京戦よ、緊張のなんかさ中にさ綺麗に入るっていうよりはさ、なんか相手の足もろともボールとガンみたいな、いややるやん、なんかこうこうやってこう綺麗にもさバンって抜け出したりすることもあるけどさ、ガチャン結構ガチャンで勝つやんお前、あのガチャン結構好きなんです、好きやんなあれ、よっしゃ勝負しようかみたいな足と足でちょっとパワー勝負しようかっつってバチンって相手の足ごとボール持っていってさ、おいどうすんどうすんねんと思ったら右足でドーン、
あれね、あれあれ緊張やん、緊張で、緊張、いやもうだってあのシュート見て当時だって洋一郎とかかな、いや全部あれでええやんみたいな中入って右足全部あれ入るやんみたいな、そし全試合勝ったとか言うやん、これからの試合負けなしやとか、ほんまなんかすぐそういうの言いますよね、エリチョ君とかアシャゲさんっていやいやいや、なんかそういうちょっとエグいプレーやったらもういやもう全部それでええやん、そう全部あれでええやんだってよし優勝優勝、はい、勝ったも負けなしできるわとかそれほんま好きやそのくだり、あのダーンってやつすっごい、まあけどあとだってフリーキックとかもさ、もっと丸蹴ってほしいっていうぐらいうまいのにさ、なんで蹴らへんのって思うんだけど、もっとうまいの、その練習中から蹴りたいって言われたら、そうやんな、そういうとこあるよな、まあ、俺もそうなんやけど、自信あるから言ってるって思ってしまうんですよ、うん、俺の中で、まあ、そうやんな、けどまあ俺も蹴ったら入りそうやなと思うんですけど、蹴れよもうええやろ、なんか自信持ってこいってくれるからじゃあそれやったらそれやったら任したいじゃないですか、やっぱそういうとこあるよな、楽しみなんやけどな、丸のフリーキック、決めたのは試合前日27歳になったばかりの丸橋、左足で直接ネットに叩き込み2対0、アウェーのセレッソが突き放します。プロで驚いたこと、環境面やったり待遇だと、やっぱり自分に来たこの練習着とかはまあ選択してくれるみたいなはすごく驚いたしありがたかった、うんうん、けど俺が入った当時はそうやんな、 C 契約の選手はやっぱまだ自分で寮で洗うっていうのがあったから、まあ今はほんまないの、なくなってるよな、だからすごく今いいなと思ってますね。今の話丸の話はどこ行ったの、どっか途中でおらんようになったような丸いいなと思います、途中でどっか行ったような丸掘り投げた、あとまあいい車乗ってる人、あ確かに増えたな、俺入った時1年目アキさん、うん、だし確かに外車増えたな、で今はもう合社パーンあるじゃないですか、すごいよな、すごいなって思う、いや今の話ですよ、また、え環境には待遇って言ったの俺何それ車の話どうしたどっから来たんですか、その人どっからちょっと迷子になった、迷子になって、うん、いや環境だから俺プロ入った時はまあユースやからか、芝生で練習とかもテンションめっちゃ上がった、まあそうですね、いやユースやったら、まあ、けど人工芝が多かった、が多かった、あそうか、そう松森か、そう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 、つもりのあのめっちゃもうハゲた感じのテニスコートみたいな、そう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 、スライディングしたらズル向けになるっていう、やけどするやつか、そうです、あ だから芝生で練習できるだったり、あとなんかな、あの遠征費とかキャンプ、俺高卒で入ってキャンプ行くってなった時に、確かに、おかんに遠征代ってみたいな、どうなってん、どこに振り込むとか分かんのみたいな感じで聞かれたことあって、確かになと思って、それはあんま思わなかった、思わなかった、ちょっとなんか、まあ、多分ユースやから短かったんかな、そういうのが全くわけ分からん世界で、そうですよね、高校もあれですもんね、で入って遠征費っていらんのかなとか、まあ、だからスパイクとかのさ、スパイクも、まあ、契約っていうか、まあ、最初提供というか支給されたりして、スパイクとかずっと買ってたからさ、そうですね、うん、俺も買ってましたよ、ずっと買ってた、はい、その 今もらってんの、今もらってますよ、あそう、だいぶ変わりましたよ、ね、水とかね、その自分で、ああそうやな、そうやな、もうチームが用意してくれて、そうそうそう、飲めるし、そうやね、その時なんかね、水道の水ね、やっぱなってるよ、水道っすよ、よう飲んでましたよ、ね、いやいやそうやで、ね、そのシャツ洗ってくれるとかさ、練習着、あのまあ言うたらクラブハウスがあって、うん、スパイクそこに置きっぱなし、だから言うたら私服で行って、そうですね、何も持たんで、そうやろ、ね、練習着もいらんし、スパイク、俺鹿児島行ったら練習場がなかったから、でシャツとかも自分で洗わなあかんから、
鹿児島で？もちろん。あ、そうなんですか。でスパイクとか車に積んどかなかった全部一式。練習場が違うから。違う違う。練習場が、まあ、2,3 日重なったとしてもそこに置いていかれんねん。ロッカールーム使っちゃう、あ、みんな使うから荷物全部引き上げなあかんし、だからもう洗濯袋みたいなの持って行って、だから練習で行くの行って、でシャワーだけ あるとことないないとこはほんまにあの水道みたいなんで、こう人パッて見てふわーってやって、水っしょ、水水水。なんかまあ鹿児島の環境がっていうとあれやけど、めちゃくちゃ楽しかったけど、より感謝せなあかんかもしれんよな、そういうセレッソにおる選手が。何の話したっけこれ環境面、待遇、待遇、まあけどあれか、まあその感謝せなあかんっていうのが全てやな多分。まあそうですね、そう、それで感謝しましょう。感謝だよな。もしサッカー選手ではなかったらどのような職業に就きたいか、何してたか、ベタな質問ですね。シャケさんは何が俺、うん、YouTuber でしょ。 YouTuber、 まあねそうですね、うん、マルモン、なんかすごいマルから YouTube の、ね、オファーがたくさん来てるっていうのは聞いてて、そうですね、うん、今まあ怪我してて、まあな、まあ、試合とか練習すごいよな、参加できてないから何かこう、いやそれ、いやほんまに思った、ために貢献しな思って。だってイベントとかすげえ出てるもんな。イベントとかちょっともう自分から言ってますからね素晴らしいね、素晴らしいですよ。で、どのような職業に就きたいか。職業、なんすか、なんかあります。からん、なんかちっちゃい時からもずっとサッカー選手。いや、もうちっちゃい時はずっとサッカー選手でしたね。いやけどね、俺もそうやね、ほんまにサッカーしかなかったな、俺も。そうっすよね。どうします、なしっていいですかサッか選手でなかったら何してたか。まあ、生きてたでしょ。生きてましたね。生きてはいたからね。確かに。まあまあこれはね、まあ夢叶えたというかね。そうですね。14年目、もうまあセレッソ一筋、所属歴最長現時点でのマルが将来の夢、今後の展望、どうなっていきたいか。分かるよ、分かるよ、分かるね、むずいね、むずいね。もう30超えてこの質問はね、ほんまなんか柔らかいとこ疲れるような、あの自分の、分かるよ。だけどなんかその具体的にっていうんじゃなくて、パッて浮かぶ、これだけはしたいなとか、これしたいまあこれしたい、これしたかった、こういうのをしたい感じでした、うん、朝日さんもこの引退してからは。もう全然ね、こういうの聞かれててもアンバサダーになりたいとかじゃなくて、ふわっと戻りたいなっていう、あ、もちろんあった、まあ、あったんですね。あったし、まあ、戻れるんやったら何でもいいわと思ってた、うん、セレッソで働けるんやったら何でもいいわっていう感じやったな。だからセレッソにおる時もそれこそさっきの夢の話じゃないけどさ、サッカーしかやってなかったから、サッカーに関わることしかできへんし、うん、したくないなと思うけど。それはめっちゃわかります。それぐらいかな、なんか。そうですね、まあ、まだ引退が全然考えてないし、うん、いや、何やりたいとかも全然浮かんでないんですよね、うん、まだまだできると思ってるし、うん、やりたいし、ああめっちゃ大事やわそれっていうね。今ちょっと怪我してますけど、これ治ったらもう一段階こう上げれんちゃうかなっていう気持ちで今おるし、ええよな、できるかなって思ってるんで。でイメージ高めてフレッシュな気持ちでもう一回サッカーと向き合えるって、そうっすね、タイミング的にもさ、年的にもさ、いいタイミングやったかなと思うけどね。将来の夢は、今後の展望はそうですね、いいですか、ここっすよね、言ってもらって。いや、それはもうここまでずっとセレッソでお世話になってるんでね、うん、まあね、まあ、ほぼ経験してもね、 J2 落ちたのも経験してるし、上がったのも経験したし、タイトルも取ったし、あと ACL も出たし、そうですね、で CL でもまあそうですね、全部取ったし、うん、
なんかあと何すかね、リーグ戦、リーグ戦だったり、まあ、ACL、うん、そうですね、うん、一通りこういろんな経験はしたから、まあね、そうやね、まあ、引退 して、うん、まあ、セレッソで、うん、またこう、まあ、自分の経験だったりとか、ね、若い選手とか入ってくる人たちに、いや絶対ね、そういう、まあ、伝えれればいいかなと思うし、還元せないしないあかんと思うしね、もうここまでみたいにね、ちょっと喋り上手くないから、よう言うわ、ちょっとなんか伝えづらい部分もあるんですけど、カメラ回り出したらほんま喋るのになったり、なんかなんか真面目になるんですよね。え、真面目なの？そこ悪い。鹿児島のさ、ちょっと鹿児島の YouTube なんやけども、引退、うん、お疲れ様でしたみたいなこう丸からビデオメッセージもらった時、うん、びっくりしたもんな。あの棒読み感、棒読み感と、なんていうの、この読まされてる感というか気持ちがないんよ。いや、あれね、ほんま改善したいんですよ。そういうメッセージ系結構ね、棒読みあるんですよ、ね、そうやね。あ、別に読んでないんですよ。嘘やろ、それが怖いわ。やばないですか、やばいって。あの、俺もびっくりしたもん、見て、お疲れ様でしたみたいな人何あれ、シャケさんにはお世話になりました。無理やり取られたって思って、それまでちょっと感動でさ、ありがたいなと思って、丸がお疲れ様でしたと一回一回挟まない、挟まない、そういうのも忙しかったこいつみたいな。別に、いや、ほんまにベースにね、返していけたり、まあそうだね、はい、急に、まあ、まあ返さなあかんと思うし、ほんまそれはね、絶対に必要なことやと思いますね。丸シャケトーク、まだまだ続きます。私たちが待っていたのはこの瞬間、このドキドキをみんなが待っていた。A sustainable future. Yanmar.大阪帰ってきて祝勝会してな。知ってる？俺あの日嬉しすぎて。大阪帰ってきてからずっと俺金メダルつけてた。知らんやろ。知らないです。最初俺とコーダつけとって居酒屋入った時にもうこれで支払えるみたいななんかいけるでしょみたいな。感じでやってたんやけど、コウタいつの間にか取っとったハイス。そういうとこあるんだ、あんねん、コウタくんね、あんねん。あのソウザが天気目で2点目もう決定的な、ね、もうあれやばい。え、そこで知ってる俺何やったか知ってる、言ったっけ、最初で迷子になったち言ってない、迷子迷子になった。ソウザが点決めて、もう俺コウタモニさん国うっしゃ、これもう残り時間も考えて、もう試合終了の笛でもう飛び込むっていうかさ、もうブワーなるやんか。でもうその部屋出てこう降りようとすんねんけど、警備員の人にこれダメですみたいな、いやいやいや、もうこれよみたいな、優勝チームよ俺らみたいな、これでもみたいな、じゃあ今日ダメですで階段行ったけど、階段こう降りていったんやけど、そこもなんか行き止まりの部屋でえげつないビップルームに入っちゃって、で結局何試合終了の笛も聞けず、一通り喜び終わった後に俺ら入っていて、そんなことあった、ね、そうやね、言ってなかったっけ、全然迷子よサイスターで。